上してみようじゃないっす。フラッグです。ということで今回もですね、ウィニングレバープリン選手やっていこうと思うんですが、今回はね、通常選手のザニオーロをね、紹介した時結構好評だったので、今回も通常選手紹介しようかなと。今回はこちら、ベンチにいる、ホーランドということで、今ね、本当ドルトムントにすごい選手なんですけれども、レベルマックスにしてきたので、もう早速ね、まず1試合フレマで使って、その後オンラインで、ちょっとオンライン何戦かやってきたので、そのまとめたやつ見せて、最後にちょっと試合形式みたいな感じでね。ホーランドマジで強いんでね。強いです。能力的にも本当に強いんで、はい、どれぐらいやれるのか。ワンタッチシュート、スパサブ持っております。194センチ。さあ、調子どう？うわ、不調か。ちょっとじゃあ、不調は後半から言っていい？いや、ダメ。いや、前半から無理だ。何言うてんの、お前。出せよ、お前。前半無理。瞑想少年出せよ、お前。瞑想少年を。お前。いやー、これがあんだよね。唯一ね、後半が5なんで、っていう。ここすいません。関係ないですけど。ほい。はい。俺も出てないじゃないとやる気ないよ。やる気あるよ。いや、この褒めよ。ああ、まずい。すいません。おい、チーロ、お前こざかしいよ、お前、これすいません。何食べてんねん、お前。何お前、キーパーの出方伺ってんねん、お前。一丁前に。2期してくるかなって。これはね、まあ、といった感じで。こっからだから。さあ、インモビレ、ありがとう。飲み出そう。おい中田。ああ足出るな、こいつら。足出てきたな、ホランド。おお止まれボケおーお前おーおえメイソパもやるメイソパやるかあーアップデート入ってねえわ特にヒタチだわヒタチヒタチだけだわちょっとねユニフォームはドルトムントカラーにしたんですけどやっぱいい抜け出しだねこれ何も入れてないよえ何も入れてないノス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 言うとろわな機械の抜け出しです1枚行かせながら泳がせていい。おいでっかいなお前。本当に大型金かお前ほんまに。来たー。あ、来て来て。キャフー。キャフー行けお前最後見せたれ。ああ。来た最後まだある。うわーマジか1点かまあねこうなっちゃうんですよスパサブって。やっぱしょうがないんですよね。なんで、ちょっと次はちょっと何が何でも前半から行きたい。さあ、2戦頼むお願い。うわー、やっぱダメだ。もういいや、前半から行こう。ホーランド、やっぱ不調多いなー。5試合中2回ぐらい不調で、今のフレーマーも連続不調なんで、完璧だもん。別にそうじゃないでしょ。いや、今狙ってた。くぅ。むぜーってね、おーでっかいくせに、お前何がお前ノスノスくんお前こわぶんうわぁシリブ変えようかなすごいねでも力ルーメンディアスが外にトゥーンされてるよ力すげえなこれあーってちょっと待ってこのなんか立ちやらなさっきからみんなおぉ何これおちょっと待ってシリブ変えるわおシリブ頼むぞお前やばなシリブがさっきから全然止めない抜け出しやばくないこれ走ってたけど勝手に何これしかも右出し次これすごいなまずいおーちょちょちょダメ後ろから行って何こいつあそこだけ動き早くなかったブンブンみたいなあのホーランドってなんか逆足の手でもいいんだよねここだけ早かったよなんかここブンブンってこのゲスキルアイテム配れよお前おー思いがついてるスキルアイテム来いお前やばいやばい早くスキルアイテム来いお前おぶねえよおいスキルアイテム来いお前マジで監督のマネージメントにもよこせよ早く600とか500とかの監督どうすりゃいいの550とかのやつちょっと待ってこれ何だったんだ最後のやつマジで俺の気合だよスキルアイテムが全然来ねえよ。見せた多分さ、EG リーグで配るつもりだったんだけど、延期になったでしょ ?J リーグやってないから。はい、出せよ。3-0 で行きたかったなぁ。あー、これ最後俺、魂の方向あったね。はい、ということで、ホーランドの能力値をですね、軽く紹介したいと思います。194センチで、もう19歳ということで、53レベルまで行くね。能力値こんな感じですね。オフェンスセンスとか85なんですけど、やっぱ決定力、ここがやっぱ高い。
高いですね、93ということで。いや、よく決めるイメージがあって、はい、しかもこれでまあスパサブなんで、そうポエンスエンスも85で、前半から使ったらちょっと物足りないのかもしれないけど、ね、スパサブ発動させればね、はい、いいでしょうと。スピードも92、瞬発87で、キック力も89あって、何よりもやっぱりすごいのがフィジカル、ここは95ある。まあコンディション安定度が5ってとこだけやね。やっぱさっきフレマでやりましたけど、2戦とも不調になっちゃったりとかするんですけど、はい、ただまあ不調でもスパサブ枠で入れていいんじゃないかなっていう、いいかね、まあ、ちょっとね、はい、これがオンライン戦も見ていこうかな。はい、ということで、まず最初にですね、オンライン戦ちょっとまとめたんでね、ハーランド、これ後半から使ってますね。ちなみにこの試合不調なんですけど、やっぱこの抜け出しがいいんですよ。でここしっかりね、やっぱパスを出していけるっていうところで。あれ勝手走ってんの？走ってます。あ、何も入れてなくて、何も入れてないんですよ。あ、そうなんだ。で、さっきの試合もそうだったじゃん。そう、勝手走ってかびっくりするんだよね。走るんですよ、ラインブレーカーで。これもフライで走って、ここ入れて、あ、勝手走ってるのすごい。これは自分で入れたんですけど、でここで受けて、でこぼれてきて、右足のワンステップで強いシュートがもう打てちゃうっていうところですよね。もうちょっと呪いかなと俺は思ったんだけど、意外と速いっていうか、その動き細かくできるよね。そう。なんで、なんかでかくて、俺も重いのかなって思って、これ不調なんだよね。で、この試合もちなみに不調ですね、最初のこの。結構不調多いね。不調多いんですよ、めっちゃ。ただ、関係ないぐらい、やっぱここ抜けてきてさ、負けんのかなと思うじゃん。二人に積まれて。うわ、マジか。打ち抜けるからね。やっぱこう抜け出しってさ、まあこの前のアイコニックの紹介ですね。この前のアイコニックの紹介でヨークと、はい、コール、うん、やりましたけど、あの2人もすごいいいんですけど、ただ唯一体のそのボディコンがちょっと低いんで、ね、うんうんうん、こういうところのその強さもやっぱりまあスパサブを発動してるし、そこの強さもやっぱあるね。ありますよ。まあ、ただそのぐらいワンパとかないんだよね。ワンパないっすね。だからワンシュー持ってるんで、しっかり、うん、だからここでもう来てよいしょみたいな。推進がすげえんだよな。スッとこうボールをね、前に運べていけるということで、このね、1試合ね、まぁ、ちょっとね、やっぱスパサブ後半から出すと、本当ウィリアプリの場合6分なんで、そうだね。3回、4回ぐらいしか触れないんですよ。だからもうこれは前半からいきます。なるほど。相手の方ちょっと本当にね、もうレートも結構高い方で、もうムバッペとロナウドと。あーすごいね。これスカウト見ればわかるけど、後ろ方針ビルガチガチに引かれてますし。あーもうガチで、ガチの人だ。そう、もう本当スカウト見ればすごいね。もうバリオスアンカー。ルさんの方針ビル大体もうね。ガチガチ、うん。ガチガチの人だったんですけど、もうこれ行くしかねえということでね。さあ、ハーランドの前半から使う。ここね、この実行しちゃってみたいのでね、こうパパッと剥がされていくシーンなんですけど、怖い。ここ、ここ、あ、ああ、やめて。これがあります。ああ、そう。これはもう、しょうがない。これだから、要するに前向いてトラップ上があれになっちゃうんだけど、難しいところ。難しいところなんですけど。後ろ向ければなんとか逃れられるんだけど、そうそうそう、まあでもタイミング的にちょっと厳しいね。っていうところですけど、ここ狙っていけ、ハーランド行け。いや、これじゃん。いやーっと、まあ、さすがに無理か。頭コツンみたいなね、感じをしてたけどね。さあ、まだ行くよというところで、これ 1-0 追いかけてる状況なんですけど、ハーランドで1回当てて、うん、これ当てて、ワンツー入れてないんですよ。上がってきてるんだよね、勝手に。すごないでしょ、これ。なんかあれだね。オフェンスエース85とは思えないね。まあ、スパサブかかってもうちょい上がるんだろうけど、ね、でも95番、90代の人とかのこんなにいい走りだし、そんなにしないけどね。でもなんかね、そのパスをこう持ってると勝手に上がってくるんで、まあ、もちろんワンツー入れてもいいんですけど、ただワンツー2個入れなくてもこういうような感じで、オフザボールでね、うん、いい位置取るんで、本当にフェンセス85なのかっていうレベルで上がってきますね。結構なんかその、まあ、ワンツーだったりとか、うん、抜け出しを使いたい人、カウンターしたい人ってとっては、かなりいいのかな。そう。使いやすい選手になってるかなということで。うん、まあ、重さで言うと、本当だからルカが軽くした感じなんで、まあ、大型のスパサブってそんなにないと思うんで、今。それではね、結構ね、選択肢ある。でかいのがな、94だから、本当、クロスの卓があるからね。そうそうそう。ありますよということで、さあ、ここ前半もう終わりなんですけれども、じゃここビルドアップしっかり、マルディーニ、一回飛ばしてビエラですね、うん。で、ここでハーランドでワンタッチ。いやー、すごい。クライフから。ずれねえ。いやーですね、シュート決めんなー。ワンタッチシュート持ってますから。なんかシュートも決めるよね。ここドストレートでもこれでね、入るんで。刺して。どれけえしな、そう、感じなんで。大体ここら辺の身長の人使うとかなり重いんだけど。そう。軽いっすよ、意外と。この身長にして破格で軽いんだよ、ね。そう。これ、ムバッペ強い。これね、もう止められないんだよね。今のダブルダッシュかなんか入れられて、うん、クリバリ寄せたんだけど、もうなんか、やっぱ100万アップなのブーンみたいな、うん、推進力でやられちゃうんで、まあ、これはね、ちょっとまあ、しゃあないかなっていう。100万アップのダブルタッチは素晴らしい。そしてこれ。これね、走ってるから、出しちゃった。これ僕やってるやん。おい、みたいな。おい、大好きみたいなね、うん。
ところなんですけど、こればっか放っとるなこいつ。だって走るんだもん、ラインブレーカーで。だから対応してこなければ、まあ、蹴るかなっていうところで、結構引いてくる人とかもいるんで、あー、そうね、引いてきたらもうあれなんですけど、ね、ここら辺も粘ってね、前向けてシュートまでね、うん、持っていけちゃうっていうのがありますね。ここはもう関係ないからね、ナイス、まあ、ヘディングで決めていくっていう感じなんですけど、もうこれがね、通常の金っていうところ、FP じゃないんで、誰でも本当に簡単に手に入る選手になってるんで、これはね、FP に匹敵するほど強いですね。FP でも194センチのこのラインブレーカーでこの能力値のスパサブっていう選手は多分いないと思うんで、うん、ゲットする価値はあるし、53秒まで上げる価値はあると思います、全然。まあ、まだこうやってね、他にも、まあ、もうちょっとこのホーランドは有名ですけど、もっとなんかそのマイナーじゃないですけど、そうですね、あんまりウィールで使われてない、はい、選手とかもね、あの通常で紹介していけたらいいかなというふうに思ってるんで、ね、はい、まあ、そういうのも見たいよって方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価してもらえるとありがたいです。よいしょー、シャラッポー。